こんにちは。今回は韓国ドラマ力の強い女感、ナムスン驚異の怪力と家族愛に満ちたコメディドラマについてお話しします。韓国ドラマ力の強い女感、ナムスンは生まれつきの怪力を持つ女性が家族を探す冒険と麻薬事件に巻き込まれる様子を描いたコメディドラマです。以下は各エピソードの概要と見どころです。あらすじ。第1話、怪力少女の誕生。草原で育った韓、ナムスンは超能力を持ち韓国へ旅立つ。純粋で強い彼女は絶望や諦めを知らない存在。第2話、韓、ナムスン、江南の地を踏む。韓国で両親を探し始めたナムスンは予測外のトラブルに巻き込まれる。娘に対し疑念を抱くファン、グムジュ。第3話、スリージェネレーション。ナムスンの存在が韓国での騒動をきっかけに広まる。家族の情報を結びつける韓、イシクが結論に達する。第4話、全員集合。劇的な再会を経てナムスンは家族との絆を取り戻す。麻薬捜査を続けるヒシクはナムスンの力を利用する。第5話、ソウルの自警団員。麻薬捜査に協力するナムスンはシオと出会う。美魔女がナムスンに対する報復を企てる。第6話から第16話まで以降のエピソードで物語が展開し、家族との絆やナムスンの冒険が続く。見どころ。得意な能力と多彩なキャラクター。ナムスンの怪力や個性的なキャラクターが見どころの一つ。リアルな韓国社会と文化。ドラマはリアルな韓国社会や文化を描き、視聴者に興味深い視点を提供。コメディとサスペンスのバランス。ドラマはコメディ要素とサスペンス要素を絶妙に組み合わせ、視聴者を引き込む。豪華な俳優陣の演技力。主演俳優やキャストが豪華で、高い演技力が物語を一層引き立てる。力の強い女感。ナムスンは怪力と家族愛に満ちたコメディ。